い、こんにちは、レトスノーノです。9月22日の3問に入る前に、本日は模試の活用の仕方について、過去の合格者からのアドバイスをお伝えいたします。で、今からお伝えする内容については、過去の合格者からいただいたメールの内容です。そのまま転記しております。模試を解いて点数に一喜一憂。模試で出題された細かな内容ばかり気になる。こんなことになっていませんでしょうか。一番大事な過去問学習から離れた学習をしてしまうと、残り1ヶ月を無駄にしてしまいます。受験生だった私は、市販の模試を使っていました。こんなの知らない、見たことない、聞いたこともない、解いたこともない、これはまずい、と気持ちが焦ってしまい、どうしよう、という感じでした。受験生の皆さんは現在模試を解いていますか？模擬試験の活用法は、試験に出なさそうな細かい知識を得るためのものではなく、模擬試験で良い点を取って気持ちよくなるためのものでもありません。模試の活用法は自分の現状を把握し、足りないところを見つけるためのものです。当たり前ですが、受験生の目的はただ一つ、合格することです。ここで今一度目的を確認し、模試を有意義に活用していきましょう。市販の模試は4選択肢のうち大切なのは1つか2つ。中には捨て問も入っているのに、レトスの模試は4選択肢とも重要な選択肢なんです。だから他の模試を1回やるよりもレトスの模試を1回やった方が2倍身につきます。それにめんどくさいぐらい説明が親切なんです。テキストを見なくても読むだけで理解できます。テキストを見なくても解説を読むだけで理解できます。残り1ヶ月の過ごし方を悩んでいる方はぜひレトスの模試を行ってみてください。今からでも実力はつきます、といったメールの内容でした。まあ、このページについては、弊社レトスの模試の感想なんですけれども、一番最初にお伝えをした模試を解いて点数に一喜一憂したり、模試で出題された細かな内容ばかり気になる。これ意外と多いんじゃないのかなと思います。実際弊社の個別指導の受講者さんも、まあ、こういった方多いんですね。なんで都度ですね、メールでやり取りさせていただいて、点数は気にしないと。で、目的は合格することですよね。ここにも書いてある通り、合格することが目的なんで、そのためには今の現状を把握して足りないところが何なのかっていうものをやっぱ見つけていかないと前に進まないんですよね。足りないところが見つかればそこを復習して点数取れるようにしていけば実力は上がっていくわけです。なので点数がいいとか悪いとか関係なく、必ず模試を一回行えばそこで解けない問題って出てくるはずなんですね。少なくても一つは出てくるはずです。その解けなかった問題、また解けたけども、なんかちゃんと頭に入っていないな、曖昧だったな、そういったところをちゃんと復習して、確実な知識に変えていくっていうのが勉強なんですよね。なんでまだ今からでもまだ1ヶ月ありますので、きちんと自分の現状を把握して足りないところを見つけ、さらにそこを復習して解けるようにしていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。土地の所有者は、林地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、林地所有者に当該枝を切除するように求めることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。隣の家から伸びてきた枝っていうのは勝手に切ることできないんですね。でも、その隣の家の枝の所有者に対して、枝こっちに出てきてるから切ってくださいっていう風に主張することはできるんですよ。まずこれは枝に関してのルールです。で、一方根に関してのルール。根っこっていうのは、隣の土地の、まあ、大きな木があって、自分の土地の方に根っこがね、来てたと。で、そういった場合、他人の家の木の根っこであったとしても、これは勝手に切ることができます。なので、この点はですね、しっかり対比しながら覚えておきましょう。で、問2ですね。宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。本籍を変更した場合っていうのは、変更の登録申請が必要になってきます。この取引士の本籍は、取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので変更があったら、遅滞なく変更の登録申請をしなければならないということです。で、資格登録簿の内容については、こちら3つですね。これ覚えておきましょう。住所、氏名と本籍と勤務先の宅建業者の、まあ、称号だったり名称ですね。まあ、こういったところはちゃんと頭に入れておいてください。で、問3ですね。準都市計画区域においても、
用途地域が定められている土地の区域については市街地開発事業を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。そもそも市街地開発事業っていうのは都市計画区域内の、市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができるんですね。都市計画区域内で定めることができるのであって、準都市計画区域で定めることができるとはなってないんですね。なので誤りになります。で、この問題はイメージできれば覚えなくても答えは導けます。なので個別指導ではそのイメージの仕方についても解説いたします。そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。